ラゾーナ川崎プラザラゾーナ、川崎東芝ビル東芝川崎本社事務所、東芝未来科学館などが入居する川崎駅、西口北バスターミナル、ラゾーナ広場、ラゾーナ川崎は、神奈川県川崎市幸区の JR、川崎駅西口に所在する再開発地区である。2007年度グッドデザイン賞受賞。ラソナは、ラソと、ソーナを組み合わせた造語。着工時に、 ラゾーナを正式名称とすることが発表された。JR 川崎駅には東口と西口の2つの出口があるが、京急川崎駅が東口方面にあり、商業施設の大半は東口側に立地していたため、駅の利用客のほとんどは東口を利用していた。西口の駅前には東芝の工場が立地していたため、西口を利用するのは 幸い区方面へ向かう路線バスの利用客や川崎市産業振興会館の利用者などごく一部だけであった。西口側は工場移転により空いた土地を活用する再開発事業が盛んに進められており、川崎テクノピア地区には明治製菓川崎工場の跡地にソリッドスクエアが開業した。川崎市主導の都市再生事業として、 西口バスターミナルも整備され、ミューザ川崎も開業した。かつて川崎駅西口前にあった旧東芝川崎事業所は、1908年に東京電機川崎工場として稼働し、1945年に東京芝浦電機堀川町工場と改消同社の製品生産、技術開発の拠点として長い歴史を持つ、 事業所であったが、2000年3月に事業を終了し、閉鎖された。跡地の再開発を、三井不動産、東芝、東芝不動産が、事業主体となって行い、2006年9月28日に、商業ゾーン、ラゾーナ川崎プラザがオープンした。翌2007年3月には、住宅ゾーン、ラゾーナ川崎レジデンスが竣工同年4月1日には、 ラゾーナ川崎プラザ前に、川崎駅、西口北バスターミナルが、共用開始され、川崎駅東口、西口発着の一部バス路線の乗り場が変更された。ラゾーナ川崎プラザは、東芝が保有する土地を、三井不動産と東芝不動産が沈借し、テナントへの賃貸などの運営ボララポートなどを、展開する、三井不動産商業マネジメントへ委託している。また、 ラゾーナ川崎レジデンスは、三井不動産と東芝不動産が共同で分譲を行った。残された南西部の区画は2013年3月に、業務ゾーン、ラゾーナ川崎東芝ビルとして、東芝グループの新事業拠点となるオフィスビルが竣工東芝の本社機能の大半を浜松町ビルディングから移転し、東芝川崎本社事務所とした。また同ビルの2階には、 小向東芝町の研究開発センター内にあった東芝科学館が移転し、2014年1月に東芝未来科学館として開館した。神奈川新聞の報道によれば、当時の川崎市長でラゾーナ川崎などの再開発事業を推進した安倍高尾は東芝の川崎会期について本社機能が川崎に集約されるのは大歓迎だ。 積極的に誘致を進めていきたいと語っていた。AB ニュースリリースラソナ川崎プロジェクト機構式の挙行について三井不動産2010年1月4日閲覧。川崎市産業振興会館川崎市2020年9月13日閲覧。川崎事業所跡地の利用計画について株式会社東芝。 2020年9月17日閲覧。野村不動産グループラゾーナ川崎市一区開発計画レック東芝不動産ラゾーナ川崎市一区開発計画東芝会社概要本社事務所株式会社東芝2020年9月13日閲覧。AB 東芝が川崎に本社機能を移転二千十三年に堀川町工場跡神奈川 カナロコ神奈川新聞、神奈川新聞社、2020年9月13日閲覧、ありがとうございます。